小野です。世界です。さあ、行きましょうか。質問。どこから書き始めればいい。はい。どこから書き始めれば。いいの。うん。という質問がよくあるま、まあ、りますってことですね。はい。うん、初心者の人に多いのかな。って思うんですけど。うん、書き始めこう。意外とで。ええってなるわけじゃないですか。 例えばモチーフが3つありますと。うんうん、えどこ、うん、どうやって決めてます <laughs> 案外無意識だったり。<laughs> 意識してないんだよな。最初の一匹目どこだろう絶好デッサン。ブルータスがいます。ブルータスはい。ブルータスの場合は、はい、僕は。 僕がブルータスだとします、はい、そしたら、えっと、首から顔に対して一、はい、本こうぼうの角材みたいなものが入っているとしてあんま粘土で作ったりするときにそういうのを立てますよね、はい、でなんか体には、まあ、肩のなんか中あたりに一本横棒みたいなものがあるとして、はい、こう逆 T 字っていうのかな、はい、<laughs> のそういう棒が中に埋まっているとして、はい、石膏の中にですね埋まっ 埋まっていることを底で、はい、粘土だったらその辛抱として埋まってる底で、はい、こ,のこのぐらいのこう角材みたいなものが、はい、でそれをどこからブルータスを描くかによってその逆 T 字がこうどういう見え方で見えるかっていうような、はい、こう見る位置ですね、はい、ブルータスの見る位置によって。 見上げたり見下げたりするいろいろ変わりますからね、はい、こ,のこの2つの縦と横の棒がこう斜めに見えたり、うん、短く見えて長く見えたりいろいろしますよねなんかその2つの棒を描いてる気がします僕は最初に棒<ー>はい <laughs> その棒がどう入るかっていうのそういうなんかうんななんかその2本のロングストロークのなんか縦と横の線を入れてる気がしますえどこだろう一番下かな多分でも 僕デモンストレーションの動画とかいっぱいあるんで、うちっ、はい、えっと、振り返れば確認できるんですけど、はい、多分やってると思います。それがマルスであっても何であっても。<ー>僕は多分最初にそういう作業を必ずやってると思います。縦の棒と横の棒、鏡像だったらですね。ああ。えー、じゃあ、生物、あ、生物じゃねえ、剥製、カラスの剥製。カラスの剥製。なるほど。まあ、カラスの剥製だと、その、 やっぱり T 字の棒に当たるものが T 字じゃなくなるだけで、はい、なんかこう23本のなんとなくこうやっぱり、うん、動きみたいなを捉えようとしてるってことですか、うん、そうですね最初に心棒のような当たり当たりですねこう表面的なこういう肩の位置とか、うん、こう顎の位置とかではなく、うん、えっとアウトラインよりも内側にあるものですね、うん、その、うん、こう流れている形態感ああそうそうですね だから頭のこのなんか顔の形とか、はい、首の形じゃなくて頭や首の大体なんか中心部を突き抜けてるなんかこう線を描いてるイメージですね<ー>でそこに次に肉付けしてる僕もかなり表面的に見ますけどねここら辺には面、ね、あでも僕もこう頭口ばしほ、はい、っぺ あのすっごく僕もどっちかというと僕のプロセスかなり表面を早く描く方だとよく言われていて現象も早く拾うしだから今のなんかこう最初に軸を見てますみたいなことを言うとすごい意外に思われる感じがあってそんなことしてたみたいなだけどすごい短時間ですけどまずそれをやってはいてでも下準備みたいな感覚なんですよね一瞬みたいな一瞬ちょっと入れてそこからは結構表面描き始めるので早いので表面に映るのが <laughs> <ー>。<laughs> だから、<ー>でもいきなり表面にはいかないんですよね、うん、なんか一瞬こうや,なんなんかやるのがこう、ルーティーンうーん、ルーティーンに近いのかな、うん、でも自分の中ではなんとなくイメージしてる作業なんですけどね、そのあ<ー>単なる重要な気はしてて、ものを見て、そういうとこから入るっていうのは、僕の結果は良くなる、もそれでその収まりがよくなるってことだろう、そういう、だから、スポンと入り方がいい、そういうのもすごく関係ある気がします、うん、あの画面っていうのはこう、枠があって、四角。うん でそこに対してどのぐらい入ってどのぐらい切れるのかっていうのは、うん、アウトラインが決定づけることなんだけどいきなりアウトラインを描くんじゃなくて<ー>そのアウトラインの中にある芯の部分の線をこういって、うん、でそこに対してアウトラインをつけていくような感じで書いて、うん、その結果構図がいいな悪いなっていうのを見てやっぱり必ず軸入れてますね。あだからその、うんえー、結果のことを気にしてるってことですね。 でその初心者の人って結果どうなるかわからないわけじゃないですか自分の絵が自分の絵が大きいのかちっちゃいのかどういう収まりになるのかみたいなのを、うん、まあ考えられないというか、うん、その最初書き出したらカラスがこんなにちっちゃくなっちゃったよとかこんなにでかくなっちゃったよみたいなことが起きないように最初してるんですすごくそうあのだからさっきの,その構図上なんか こう上の辺とか右の辺左の辺下の辺がどこで微妙に切れてどこで微妙に入ってっていうこのシビアなところを決めるのは結構後なんですよそれは最初の時点で決められないのでそれを最初から決めようとはしてなくてえっとただ例えば僕はブルータスだったらその縦と横をこう入れる作業っていうのはブルータスってこう,こうかこっち向いてるからえっとこう <laughs> はい。 でそ肩があるでしょ、はい、だからこ,のこ,こっちの顔側の空間、はい、ここの肩から上の空間スペースですねはい、はい、それとこっち側のスペースで見る位置によってどっちのスペースが広く見えるかとかはい、はい、ここら辺ここら辺ここら辺例えばパジャントとかだったらもっと分かりやすいかなこう動きがないから。はい だいたい同じぐらいなんだけどシンメトリックで、はい、でも見る位置で変わるじゃないですか、はい、こっちが広く見えてこっ,かかかかこっちから描くかとかこっちから描くか見下げるではい、はい、このスペースこことこことこことこと、はい、画面四隅のスペースの配分っていうのは、はい、結構この最初の軸がやってることでだいたいどこが一番広く取れるとかって、はい、あの厳密に輪郭を取る前からある程度決まるんですよねある程度ですよ。はいはい、どこが大きいい小さいは、うん、だから パジャントを真正面から描いてたらだいたいこっちとこっちは同じぐらいだいたい真ん中に軸がきますよね、うん、でもこれをちょっと一個隣の席にずれたとこから描く場合このスペースでちょっと変わるんですよ、うん、だけどなんか丁寧に描いてるのにそれを同じぐらいに描く人ってそれに合わせて体が変な構図でずれたりするわけですよね,そうですねだ大体いたい顔真ん中に描いちゃいますからね、うん、ああいうミスがなくせるんですよね大きく 軸を入れれるとそい、はい、そういういのためかかもしれませんなんな向いてる側がこう広くなっちゃうとかって素人の人にもあるわけじゃないですか、うん、その目線が横向いてる顔を描いてるんだけど顔側がガーンと広くて肩のところがドーンと切れたりするっていう顔を真ん中に描きがちなんですよね,だか,ですねだからその顔真ん中に描くっていうのはその,、うん、その頼りとなるのがまず顔なんで、うん、顔から描くとそういう失敗が起きる、うん、そういう失敗をしてきてるからこそあそうですねあの まずその収まりっていうところの、うんね、まあ動きを単純化したものを、はい、書くそうですねだこれをやってるっていうのはもの、うん、の中心軸を書いてるとも言えるし、うん、四角い画面の余白の配分を見てるとも言えるって感じですかね。だからどこってていうのは、うん、<laughs> その収まりに対して、うん 意識をどっちに寄るどっちにこう上とか下とか右とか左とかどっちに偏った絵になるのかっていうだから下準備ですね意識的な大きな下準備だからこう結果を想定して書き出しているっていうところが多分初めて描く人は難しいんでしょうねやっぱり。形が あったり合わなかったりする人と、うん、結構ある程度大きく失敗しないで安定してる人っていると思うんですね。うんうん、でその安定してる人は結構今のような大きな下準備を、うん、最初短時間だけどやってる人が多いような気がしていきなりこう輪郭的に描いていく人は、うん、会う時は会いますけどあの外す時は外すなっていう感じがしましすね。はい 自分も外すときは外しますけど <laughs> まあ周りと比べれば、ね <laughs> うん、波がない方でした、ね、外れ率は低い大成功もしれないんですけど <laughs> 大失敗もない大失敗もデッサンに関してはだからまあなんかこうあ,<ー>ある程度のところでいつもいるっていうああまあだからそのどうしてもその最初の頃はタイがないんで、うん、どこから書いていいかわからないっていうのが。 あると思うんですけれども、うん、やっぱりそのまずその自分がこう四角い画面の中にどれくらいの大きさでどんなもんで書いていこうかなっていうのをおおよそ見定めて書き始めようが。 今回のの答えになるじゃあそのおおよそなんかこの辺に顔、うん、この辺に体っていうのを見定めて、うん、そこからどこから書けばいいっておしなったとしたら中心部かな<あ>僕は画面の中心部<ー>割と端じゃなくて中心部から描いていくことが多いですだから例えば 石膏う像、胸像だったら首の付け根あたりとか顎のあたりとかこの辺が中心に来ることが多いのでこの辺りから描いてると思います、大体これは切れていくところを外から、すすっと中心に行って、外かな、上下右左くとこれ、人によるんじゃないかな、なんかこう、切れてるところを描くとああ、収まったって、なんかこう、安心するというか。割と早く僕もきますけどね、輪郭は まあそこら辺は中心からじゅわじゅわじゅわって書き広がっていく感じではないですあその中心くぐって決めたらすぐ両サイドとか上下飛びとびでいきますだからそこまでこう真ん中にこだわってるってわけじゃないんですよね書き出し真ん中に一瞬ですよね一瞬です一瞬です一瞬ですよんに1分です真ん中にたい画面の真ん中にたい首の付け根がくるのかいたい顎がくるのかこれをだいたい見てるのも最初の作業と一緒で これを大きく間違わなければ構図がどっちかに寄っちゃうってことはなくなるわけですだからあとあるとしたら大きすぎる小さすぎるとかっていう間違いはあるかもしれないけ収まりの問題ですね中心を間違えない限りあと大小しかないんですよね配慮すること寄っっちゃたは絶対ないだからとにかく中心を間違えないようにしてそこからは大きく書くか小さく書くかっていう縦と横の切れ具合とか収まり具合だけで考えてます だからその日,日によってこうあれ今日は若干大きくなっちゃったなとか、うん、ちっちゃくなっちゃったなみたいのがあるってことですよね<え>その真ん中をか、はい、書き出すっていうことでもそれは真ん中をまず最初にやるっていうのは、うん、その時点ではそれがありますけど、うん、次にやることはそこからじわじわ書き広がっていくわけじゃなくて。うん 両サイド上下はどのぐらいで切れるかなっていうのを入れていくのでもうあの次のステップにその中心の次のステップすぐやるんですけどじゃあその例えば5分ぐらいでおおよそもう今日の収まりはいいぞ悪いぞは分かる、はい、15分ぐらいです、ね、15分はい大体そのこういうのもやって15分ぐらいの時にはまあまあ見えてきて親っていう状況にはならない 15分経ってればは親はもう治ってる治ってますね。スていうかそれしかやってないのでその, <うん S 1> その15分ではそれに必要なことしかやってないからはい、はい、あ収まりのために収まりですねだから形も詳細を取るというよりは収まりのための必要な詳細にとどめて目とかも一応書くんです目立つものはでもそれ全部収まりのためですね <うん S 1> だから大きく僕構図外すことはほとんどないんですけど <うん S 1> おおあの ちっちゃかったなとか大きかったなとか右左寄っちゃったなとかそれはないですねそれはそのそれをちゃんとチェックするステップを最初に例えば15分入れるというのは今までやってるプロセスに1個くっつければいいだけなんですよ15分前にそれをつけるだけあとは一緒でいいわけで大幅にプロセス変えるとかじゃなくてほとんど同じでいいんですよねただ最初にそれを1個くっつけるだけそんな風に提案することが多いですけどみんなに。 参考になりましたでしょうか。はいはい僕はなりました。<laughs> <laughs> <laughs> 今日は以上になります。それではまた次回です。そうじゃね、さようなら。